メルボルン空港は、オーストラリア連邦、ビクトリア州メルボルンの北部郊外、都心から2 4トル離れたタラマリン地区に隣接する空港である。メルボルン国際空港、タラマリン空港とも通称される。IATA 空港コードはメル。国際線、国内線を問わず、メルボルンに発着する定期航空の多くが利用する。カンタス航空、ジェットスター航空。 タイガーやオーストラリアの主要なハブ空港である。ただし、ジェットスター航空は、大陸部の州都線には、アバロン空港を利用する。日本の交差する、滑走路を持つ。南北方向の滑走路の長さは3657メートル。東西方向の滑走路の長さは2286メートルである。国際線ターミナルのほか主にカンタス航空とジェットスター航空が利用する。 国内線ターミナル、主にバージンオーストラリアが利用する南ターミナルの3つのターミナルがある。2010年度の利用客数は約2790万人、発着機数は約20万6000機であった。ワンワールド、スターアライアンス、スカイチーム詳細は外部リンクの空港ホームページを参照のこと。空港へのアクセスには公共交通機関、タクシー、ライドシェアが利用できる。 スカイバスはタラマディンフリーウェイを経由して、東空港とサザンクロス駅とを結ぶ24時間運行の定期高速バスである。タクシーやライドシェアサービスも利用できる。空港から市内中心部までの所要時間はおよそ30分である。東空港への連絡鉄道は2001年から少なくとも10年は凍結中である。頻度は少ないが均衡。近郊 郊外各地とを結ぶ牽引荷物車付きの乗り合い版もある。ありがとうございます。